エミール・テオドール・コッハーはスイスの外科学者。1909年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。スイスのベルンで生まれる。父親は技術者であった。ベルン大学で医学を学び、1863年に卒業。1865年に博士号を取得。ベルリン、パリ、ウィーンで外科学を治める。ウィーン大学では、 内臓外科学の世界第一人者、テオドールビル・ロートに就く。1872年から1911年まで、ベルン大学外科学教授を務める。工場線と周囲の組織男性であれば、喉仏と,と鎖骨の間に位置する。頭上端は舌骨、そのすぐ下に、図ではわかりにくいが、工場軟骨がある。工場線のすぐ上に、灰色の筋で描かれた上下に伸びる筋肉が、 甲状舌骨筋、甲状線の左右に上下に伸びる、空色の管は内径静脈、赤い管が総経動脈コッハーの業績は1870年に発表した健康関節の治療に関する論文発表に始まる。同時期に内分泌期間である、甲状線に起こる腫瘍について研究を開始。まず解剖から入り、ついで整理、病理にテーマを広げていき。 治療法の開発に進んだ。1876年に最初の前節除に成功。1883年には前節除によってクレチン病の発症に至ることを報告した。甲状腺は周囲に血管や器官が密集し、これまでは手術が困難とされてきた。甲状腺は右腰と左歯からなる。高さ4から8センチメートル、幅2から4センチメートル、 厚さ1.5から2.5センチメートルに広がる。問題なのは、甲状腺が気管をくるみ込むように広がり、食道にも接していることだ。両脇には、首動脈が走り、甲状腺を覆うように、胸骨甲状筋や胸骨下骨筋、肩甲下骨筋が縦横に伸びる。1880年には、閉鎖総称についてと題した著書を出版した。1882年には、 外科手術学を表す。その後、内反則の原因を究明し、治療法を研究する。急性骨髄炎、重層の防腐処理、胆道疾患の治療、脳脊髄整理についても探った。舌切除、腰部関節と手首の関節について、術式を開発した。最初のテーマだった、健康関節の制服術についても研究を続けた。彼の手法は現在でも、 コッヘル法と呼ばれ、肩関節脱臼の基本的な制服術として多用されている。さらに最初期の人工肛門手術に成功。1909年にノーベル生理学・医学賞を受賞。その後、ジョゼフ・リスターの無菌手術法をスイスに投入した。またコッハーは、甲状腺手術の術式改良を推し進める。1912年には、甲状腺だけで5000例に達し、 安全な術式の確立に成功する。従来は、甲上腺手術の死亡率が18%もあったが、これを0.5%まで下げた。コッハーは、天才肌の下界ではなかった。手術に要する時間が、特に短いということもなく、手先の動きも遅かったという。その代わり、非常に慎重に手術を進めるという評判が高かった。術式の研究と合わせ、 外科が用いる器具の改良にもいそしんだ。挙手上で先端に針がついたコッヘル監視はまさに現代の手術でも多用されている。さらにゾンでも開発した。1967年にはスイスの郵便切手に肖像画が採用されている。ありがとうございます。